こんにちは、ペンジムの健介です。本日はバドミントンの動き出しを早くするために重要なこと一つと、3つのポイントを説明していきたいと思います。今回のこの動画はバドミントンの動き出しが遅くてシャトルに追いつけない方であったりとか、あとフェイントされると一歩も動けなかったりとか、試合をしていると異様に疲れる方、あのフットワークがドタドタドタってなっちゃう方、動き出しがスムーズになるんじゃないかなと思います。で、バドミントンのフットワークの動き出し早くするために重要な一つのポイント、私なりのポイントですね、これがいかにバランスを崩せるか、重心を崩せるか、これが一番肝になるかなと思います。多分フットワークのポイントでこういろいろ細かいポイントあると思うんですけども、私的にはこれが一番大事なんじゃないかなと思います。重心を崩す、バランスを崩すときに、いつもこのラケットを使って説明させていただいてるんですけども、手のひらの上にこうラケットを置いて、まあ、これが、バランスが取れている状態ですね。バランスが取れてしまっている状態と言ってもいいんですけども、これがコート内でいうとこう突っ立っている状態ですね。こういう状態ですね。で、この体のバランスをいかに崩せるかが大事となります。この突っ立ってる状態、バランスが取れちゃってる状態から動き出そうとすると、こういうふうに重心が崩れる、バランスが崩れるまでにこう時間がかかります。バランスが崩れちゃえばこういうふうに動けるんですけども、そのバランスをいかに崩すかっていうのが大事です。バランスをどうやって崩すかっていうポイントを3つ説明していきたいと思います。3つ説明する前にあれだ、ですね、私自身も、このフットワークですね、個人的には脚力、あの 50m 走とかやったら結構速かったりとか、まあ、トレーニングしてたりであったりとか結構速いと勝手に思ってたんですけども、まあ、50m 走やったらこの人には勝てるなっていう人とダブルスを組んだ時に、明らかに私の方が前を取りに行くスピードが遅かったりしたんですね。で、これなんでだろうって考え始めた時にこの方法に行き着きました。まあ一個はこの重心を崩すですね。重心を崩すと、あとポイント3つ説明していきたいと思います。一つ目が、反動をつける。反動っていうのは、まあ、反対に動くって書くんですけども、行きたい方向に対して一回反対に動いてあげると動き出しが速くなります。そして力強く動けるようになります。例えば右に行きたかったら、こういうふうにバランスが崩れるのを待つんじゃなくて、あえて崩してから行ってあげると速くなる。で、この時の反動の大きさが大きいほど、あれですね、こう、と力強く速く行けるようになります。あとはこの時の角度とかも大事ですかね。こうとかなんで、上に反動をつけちゃうと上に行っちゃうので、なるべくこう横に行けるように反動をつける必要があります。これどういうことかっていうと、よくリアクションステップ、相手が打つタイミングに合わせてリアクションステップを踏めって言うと思うんですけども、まあこう一番オーソドックスなのはこういうやつ、ジャンプするやつで、ジャンプしちゃうと、まあこれ一番タイミング取りやすかったり一番簡単にできると思うんですけど、ジャンプするとこう上から下に反動がつくので、こうちょっと上に行っちゃうんですね。こういう感じ、こうこうみたいな、こうこうみたいなってなっちゃうので、できれば、横に踏ん、極力横に踏んであげる、足が滑んないで、こっちに来たかったらこう、なんとかこういうことがすごい、こうこう、ちょっとこれはもうちょっと上手い人がやった方がいいかもしれないですけど、上じゃなくて横に行くイメージですね。で、ジャンプしちゃうと目線もブレちゃうし、あまり良くないんじゃないかなと思うので、横に力を抜いて横に行く感じですね。なんかこれシングルのリーチ・オンレイ選手とかすごい上手だなと思っていつも YouTube で見てます。私まだ練習中なので、ぜひ李朝英選手のリアクションステップ、反動の付け方を見てみてください。で、この反動の付け方は、後の2つにも合わせて説明していきます。2つ目のコツですね、これが、お辞儀をして前傾姿勢をとる、これがポイントとなります。前後の動きをするときに、こういうふうに突っ立っている状態でバランスが取れている状態で反動をつけようとすると、一回こう倒れるのを待つか、一
回後ろに飛んでから飛び行く必要があります。エガちゃんみたいな感じですね。こういう感じなんですけども、この重心がすごい高かったりするとちょっとまだ遅いので、これをお辞儀してあげて前傾姿勢を取ってあげることでもっとこう動き出しが速くなります。重心を落としてこういう感じですね。で、前傾姿勢を取れると何がもう一つポイントとしてあるかっていうと、まあ、シャトルがこうさばけやすくなります。当たり前なんですけども、ドライブ打つとかレシーブ打つ時とかこうやって突っ立っててこうやって打つとこう自分の打てるスペースがすごい狭くなっちゃうんですけども、これをお辞儀してあげるとここにすごいぽっかりこう丸いスペースができます。でその中でこうさばける、なんでここで構えていて、ここまで差し込まれてもいいが突っ立ってる状態だとほとんど引けない。こんにちは。なのでフットワークの動き出しもそうですし、シャトルをしっかり打つっていう意味でもこの前傾姿勢がすごい大事になります。でこの前傾姿勢の動き出しが速くなったり安定したりするっていう別の動画がありますので、そちらは概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも見てください。サムネイルこんな感じです。はい。で、前傾姿勢が一つ、最後の3つ目かが、適度に足を開いていく、これが大事です。足幅を広げて構えることで重心が下がり、動き出し、特に左右への動き出しですね、これが速くなります。イメージは、こういう感じ。足開いておいて、例えば右に行きたかったら、この右足の力はあんま使わないので、左足を一回こっちに入れて、こっち行きたいときは、一回右に、左の力はあんま使わないで、右足で反対に動いて、こうかな。まあ、これ、これもリーチホレイ選手のやつをぜひ参考にしてみてください。この時の足幅はどのくらいがいいんですかっていうのが多分あると思うんですけども、あれは状況によるんじゃないかなっていうのが、私の今のところの結論です。例えば、臨機応変にいろんな方向に行くときに、例えばこういうふうに足を広げてると、この姿勢を取るのだけで結構しんどくなっちゃうんで、多分動き出しも遅くなっちゃうかな。なので相手からの振る球に応じてこの足幅は変えた方がいいんじゃないかなというのが今のところ私の結論です。これも、ぜひ上手い選手の動画を参考にしていただいて、こういうのを待ってるときはこのくらいの足幅なのかなとかっていうのがあるといいと思います。最後にバドミントンのフットワークの動き出しを速くするための練習があるので紹介したいと思います。1つ目ラダートレーニング、2つ目指示出しフットワーク、3つ目速いテンポのノック、あると思うんですけども、これがいいんじゃないかなと思います。ラダートレーニングは足を細かく動かす練習をすることで、素早く反動をつけることがやりやすくなります。ラダートレーニングって結構いろんなのがあると思うんですけど、この足でこうダダダダダダってその場で決めるんですよ。このダダダダダダで反動を崩すこの足の入れ替えの練習をしてから誰かに指示出してもらって、例えば右行ったらこういう風に一回反対側に踏んでからこういう感じとか、前に行きたかったらこれで一回後ろに入れてからとか、熱いですね。このラダートレーニングは結構反復の感覚の練習なのですごい大事かなと思います。で、ラダートレーニングやって、指示出しトレーニングやって、ある程度こう足が動かせるような状態になったら実際の練習に落とし込む速いテンポのノックなどをしていくといいんじゃないかなと思います。結構フットワークやるときにこう足をこういう風に入れてとかって頭でまず考えちゃう方が多いと思うんですけども、個人的にはまずがむしゃらに動いてみてからそれを理論に落とし込む方が個人的には好きです。なんでがむしゃらにバタバタ速く動かして、まあ、それをビデオとかで撮っといて、あこういう動きしたら速くなるんだなとか安定するんだなとか重心を崩しやすくなるんだなっていうのを自分の中で理解して、それを定番にしていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、熱い。今日はこんな感じで以上です。最後にまとめますと、バドミントンのフットワークの動き出しを速くするための重要な点1個が
いかに重心を崩せるか、いかにバランスを崩せるか、その中の重要な点の3つが、いかに反動をつけれるか、お辞儀をして構えられるか、動き出しやすい幅に足を広げられるか、この3つかなと思います。でそれをラダートレーニングであったり、指示出しフットワークであったり、速いテンポのノックでどんどん自分の体に染み付かせて、ビデオなどで見返して自分のスキルとしていきましょう。はい、こんな感じです。いかがでしたでしょうか。フットワークはすごい基礎的なことで地味な練習でつまらないって思う方も多いと思うんですけども、この動き出しが速くなるだけで全然プレーの幅が広がったり、今まで取れなかったシャトルが取れなくなったりと、実はすごい時間をかけた分だけ実力になるいい練習だと思います。毎日日々の練習の中でちょっとずつやっていって、みんなでバドミントンを楽しく上達していきましょう。はい、この動画が少しでも良かったと思ってくださった方は高評価やコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。